毎日のご飯作りお疲れ様です。青ニーナ作り置きキッチン、青ニーナです。今回は明日10月から今年一番の6500品目以上値上げラッシュしますね。少しでも節約したい、なおさら献立何していいかわからない、そんなあなたの悩みを解消する全12品作り置きをご提案します。みんな大好きサイコロジャーマンポテト1人分107円。材料です。じゃがいもは皮付きのまま乱切りにし、ベーコンはゴロッと大きく2センチ角のサイコロカット、椎茸は1個を4等分します。じゃがいもを耐熱容器に入れ、少しそこに水を入れて600ワットで10分レンチンします。フライパンにオリーブオイル、スライスニンニクを中火で熱し、水分を切ったじゃがいもを入れ、全体に油を回して、このように両面こんがり焼き、そうだな、片面5分ぐらいかな。でガーリックベーコン、あ、ごめん、ガーリックスライス焦げやすいから、最初にオリーブオイルで中火で熱した時に取り出した方がいいね。こういう風にほらちょっと焦げちゃったのあるから、取り出してでじゃがいもだけ焼くようにしましょう。椎茸とベーコンを入れ、5分ほど炒めて、椎茸にもベーコンにも火が通ったら、これらの調味料を入れ、混ぜ合わせながら2分ほど炒めて、もうこのようにバターも全体に馴染んだら火を止めて出来上がりです。召し上がる時にお好みで粒マスタードを添えてどうぞ。なんかね、急に恋しくなったんだよね、ジャーマンポテト。でまあちょっくら一つ味見くさり、おいしそう。最初に表面こんがり焼いたからすごいこうパリパリして美味しいし、最後に入れたバターのコクがすごく口の中に広がります。これでジャーマンポテトと両思いになれたね。ブロッコリーと卵のデリ風サラダ1人分41円。材料です。ブロッコリー2分の1個は茹でて水気を切ります。ツナ缶はオイルを切らなくて大丈夫です。半熟ゆで卵は3つ用意します。8分茹でました。ここにツナ缶、和風だし小さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ1、鰹節小分け1袋、マヨネーズ大さじ3、粗挽き黒胡椒小さじ2分の1入れて混ぜ混ぜします。最後に半熟卵を手で割って入れて、ざっくりと混ぜ混ぜすれば出来上がりです。ポイントはね、最後にゆで卵を入れてからざっくり混ぜること。混ぜすぎちゃうと、せっかくのこの半熟のこの黄色み、そう、これがね崩れちゃって卵サラダみたいな感じになっちゃうんで、そこがポイントです。召し上がるときに粗挽き胡椒をお好みでかけるとピリッとして美味しいです。千切りキャベツの塩麹マリネ1人分8円。材料です。
ャベツは千切りにします。カット野菜の千切りキャベツを使っても OK。 ポリ袋にキャベツ、これらの調味料を入れて、フリフリして混ぜ合わせ、冷蔵庫に1時間置けばマリネ出来上がりです。まあ千切りキャベツなんで、そのまますぐ召し上がることもできます。サラダ感覚で、はい、お好みでパセリをかけてお召し上がりください。付け合わせにね、とっても便利、とっても便利なので、常備野菜にしてもいいくらいだね。この塩麹がね、まろやかポイントなので、ぜひ。かぼちゃと豚バラの甘辛ごま照り焼き、1人分133円。材料です。豚バラ肉は5センチの長さにカット。かぼちゃは買ってきたまんまの姿で600ワットで2分レンチンして、種とある程度皮を取り除き、このように3から4ミリ幅の薄切りにします。ポリ袋にかぼちゃと豚バラ肉をね入れて、片栗粉も入れてフリフリしてまぶします。フライパンにごま油を中火で熱し、豚バラとかぼちゃを入れ、かぼちゃがね両面こんがり焼けるまで、そうだな、片面5分ずつほど焼いて、でこういうふうにこう豚バラ外かぼちゃ内にした方が、こう豚バラの油がこうかぼちゃに回ってこんがり焼きやすくなるので、このようにして、それでもねまだ余分な油が結構豚バラから出るので、キッチンペーパーで油を吸い取って、結構あるね、おー豚バラがついちゃった。これらの調味料を入れて、さっとね火を止めて出来上がりです。召し上がる時に炒り白ごまをかけて、ぜひどうぞ。より香ばしくなるし雰囲気出るので、超良き。フライパンでね調理してる段階で炒りごま振っちゃうと結構へばりついちゃって後処理大変なんで、食べる時にねかけてね。お弁当にもほうれん草とちくわの和風コーンサラダ、1人分38円。材料です。ほうれん草1袋は茹でて5センチの長さにカットして水気を絞ってばらしてあります。私はね、ほうれん草茹で派なんで茹でたんだけども、レンチンでやってるっていう人はレンチンでも全然問題ないです。ちくわ3本は縦半分に切って斜めに薄切りにします。今回は3分の1缶、約 40g 使います。でこれらを全部ボウルに入れたら、和風だし大さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ1、粗挽き胡椒小さじ2分の1入れて混ぜ混ぜ、あえれば出来上がりです。これはね、ポイントはもう一つだけですね。ほうれん草の茹でた後、レンチンした後、水気をギュッと絞りましょう。そうすることで保存も持ちますし、調味料と絡んで美味しく召し上がれます。コーンを入れることでアクセントになるんでね。あと粗挽き胡椒が、これでこうピリッとスパイシーに和風のコーンサラダが出来上がります。
レンコンと人参のマリネサラダ1人分57円。材料です。レンコンと人参は一丁切りにし、レンコンは酢水に10分浸して水気を切ります。ちょっとね、レンコンがね、中まで皮が入ってるものを購入してきて、ちょっとこういうちょっとなんか見苦しい状態ですけど、お許しください。人参はね、細ければこのように半月切りにして、レンコンと大きさを合わせるようにしましょう。耐熱容器にレンコンと人参を入れ、水を少し入れて湿らせて、蓋をずらしてのせ、600ワットで5分レンチンします。水分を抜き、これらの調味料を入れて、混ぜ混ぜすれば出来上がりです。お好みでパセリを散らしてお召し上がりください。前回のね、たっぷり野菜のツナマリネが娘ちゃんにもすごく大好評で、また作ってとリクエストもらったんで、まあ、今回はレンコンと人参で作ってみました。ほっこりさつまいもご飯1人分22円。材料です。お米は研いでお釜に入れてあります。さつまいもは1センチ角のサイコロカットにします。皮付きのままで OK。 ここにさつまいも、煮干し、ないときはね、和風だし小さじ1でOK。 水はね、規定の量よりプラス1合分のメモリーまで入れて炊きます。煮干しをね、取って、これはね、私のおやつになります。うん、柔らかい。混ぜ混ぜすれば出来上がりです。盛り付けた時に炒り黒ごまを散らしてお召し上がりください。煮干しの優しいまろやかなだしとさつまいもの甘みが、山崎賢人くんと吉沢亮くんのキングダムコンビに憑依して私を包み込み、ナスとキノコのガリバタ炒め1人分52円。材料です。ナスは乱切りにし、水に10分浸して水気を切ります。しいたけは1センチ幅にカット。しめじは粗くほぐして、エリンギは薄くスライスします。フライパンにバターを中火で熱し、ナスとキノコたちを入れて、それぞれ火が通るまで、このくらいまで5分ほど炒め、にんにくスライス、醤油、みりんを入れ、さっとね、1分ほど炒めて、このようになじめば出来上がりです。お肉がね、入ってないんだけど、メインおかずにしてもいいくらいご飯が進みそうよね。しかもガーリックバター味だし、お好みで青ネギを散らしてお召し上がりください。ご飯のお供にもひじきとツナの佃煮風1人分60円。材料です。
乾燥ひじきは表示通りに水で戻し水気を切ります。油揚げと椎茸は粗めのみじん切りにします。耐熱容器にひじき、椎茸、油揚げ、ツナをオイルごと、調味料を入れ、ラップをかけて600ワットで4分レンチンします。混ぜ混ぜし、再度ラップをかけ、このまま30分放置してなじませれば出来上がりです。油揚げと椎茸がかさ増し&だし効果の担当で、とても美味しくご飯が進みます。お弁当のご飯の隅に入れたり、混ぜ混ぜして混ぜご飯にしても良きですよ。胸肉で絶品鶏チリ1人分101円材料です。鶏胸肉2枚は余分な脂肪分を取り除いて、ラップを敷いて思いっきり棒でトン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 、これでもかってぐらい叩いてそぎ切りにします。長ネギ1本はみじん切りにします。鶏胸肉をポリ袋に入れて、にんにくチューブ5センチ、生姜チューブ5センチ、砂糖小さじ1入れて揉み込みます。10分このまま放置します。片栗粉大さじ6入れてまぶします。サラダ油大さじ2を中火でフライパンで熱し、長ネギを入れて炒めます。うん、いい香り。もうね、もうすぐにもうしんなーってなるんで、そしたら端に寄せて大体でいいよ。まぶした鶏胸肉を入れます。広げてね、両面火が通るまで焼きます。焼いてる途中でね、ちょっと油がね足りないなと思ったら端から補充していきましょう。で、まあ4分ほどね焼いてると、胸肉にニンニクチューブと生姜チューブつけたのと、あとはあのネギがねついてたりするとこう焦げやすかったりするので、まあこれ真ん中にあった胸肉なんだけど、これを真ん中にあった胸肉を外側に、で外側にあった胸肉を真ん中にしながら、こうローテーションさせながら裏返して全部蓋をして弱火にして、このまま5分蒸し焼きにします。一旦火を止めます。胸肉を寄せて調味料スペースを作って、鶏ガラスープの素大さじ1、砂糖大さじ1、お酢大さじ1、ケチャップ大さじ4、豆板醤小さじ1、水70ml 入れて、ここで一旦混ぜ混ぜして、全体を調味料とご対面させます。再び中火にかけて2分ちょっとね、このように時々こう混ぜ混ぜしながらグツグツ言ってくれば出来上がりです。はい、で我が家ではね今夜いただくので、このままお皿に盛り付けちゃってレンチンして出すことといたします。でまあポイントはね、まあポイントというかもういっぱいあるんだけれども、とにかくこう胸肉を柔らかくいただきたいという場合にはですね、棒でめっちゃ叩くことをお勧めいたします。もうぐにゅべちゃってなっちゃってるっていうぐらいまで叩いちゃって大丈夫です。で、日持ち保存
保存をしても冷たく一回冷蔵庫で冷やしても柔らかいままになるので、ぜひぜひおすすめです。面倒なんだけどね、でもそのちょっとひと手間がやっぱり美味しさを演出するので、鶏胸肉を焼くときに最初に長ネギから炒めるので、長ネギがついちゃってる胸肉なんかは焦げやすくなっちゃうんで、そこは様子を見ながら注意ですね。味付けするときに一旦火を止めましょう。調味料がやや多いので慌てるよりは一回火を止めて落ち着いて調味料を入れて混ぜ混ぜして、で胸肉と合わせてから火をつけると、まあ、落ち着いて慌てずに美味しく調理することができます。いや、ほんと胸肉はね、もういろいろ柔らかくするためにたくさん方法やってきたけど、一番やっぱり棒で叩くのがおすすめです。ストレス発散にもなるしね。手羽元と大根のほろほろに1人分124円材料です。手羽元は10本使います。大根2分の1本は1センチ幅の半月切りにします。手羽元を大きめのフリーザーバッグに入れて、砂糖の塊大さじ2、めんつゆ 150ml、水 100ml 入れて揉み込みます。で、ちょっと聞いてよ、袋変わってるじゃない、漏れてたの、袋が穴開いててね。で、黒と白のあのモノトーンのおしゃれな大きめのフリーザーバッグに変えたのね。そしたらさ、それも漏れてて穴開いてて、で結局は行き着いたのはこのピオタンよ、ね、ピオタンにもう漏れてないね、大丈夫ね。もう2回も、あーもう、あ、なんかすごくなえた。はい、で揉み込んだら手羽元の上に大根を乗せるように上に入れて、空気を抜いて封をすれば下味冷凍は出来上がりでござんした。あー、すごいわ、なんかもうアクシデント ×2 イコールなえなえだわ。今回はやはりね、手羽元といえばホロホロが美味しいじゃない。だからやっぱり圧力鍋でしかね、このホロホロ、もうあの軟骨まで食べれるようなホロホロ感はね、やっぱ出ないので、私の経験上ね。なので圧力鍋で作っていきます。簡単にホロホロはいいっていう場合には炊飯器でも作れます。まあ、その場合にはもう炊飯器にこのままボンパカ蓋閉めて白米モードでスイッチオンで作れるので、どちらか自分の作りたい方、合ってる方で作ってみてください。では今回は圧力鍋でいきます。で、圧力鍋に下味冷凍した、解凍した手羽元&大根を入れて強火にかけます。同時にゆで卵も作るのに強火に片手鍋にかけます。片手鍋の方が先ね沸くので、卵を入れてこのまま半熟にしたいので8分茹でます。最初ね90秒こうやって卵を転がすと黄身が真ん中になります。はい、でこのようにシューってねなったら、はい、弱火にしてゆで卵も沸いたら、じゃ火を止めて、でこのまま15分加圧します。ピンが下がったタイミングで卵を入れて再度蓋をして30分置くと色がつきます。
出来上がりがこのようになりました。どんどんいける無限塩だれ小松菜1人分33円材料です。小松菜は3センチの長さにカット。長ネギは千切りにします。耐熱容器に小松菜、長ネギの順に入れ、蓋をずらして、あ、浮いちゃった。のせ、600ワットで3分レンチンします。水分を抜き、調味料を入れ、混ぜ混ぜすれば出来上がりです。お弁当にも入るように小松菜を3センチにカットしました。レンチン後結構水分が出るんで、抜いた後キッチンペーパーくしゃくしゃで水分を吸い取った方が良き。お好みでラー油をかけてお召し上がりください。私のチャンネルでは毎週金曜日夜9時に1週間3000円台作り置きをアップしています。ぜひチャンネル登録ボタン、またその隣のベルマークをタップして次回をお待ちください。おいしそうや、なるほどと思ったところが一つでもあったら、いいねボタンもぜひぜひ、今後のメニューの参考にさせていただきます。